まちこさん、鳥居まちこさん、いつもメッセージ、コメントありがとうございます。今回はですね、鳥居まちこさんへの動画ですよ、一般公開動画ですよ。コメントをもとにね、お話しさせてもらいます。まあ、毎日ね、会話してると本当になんか一緒にこう過ごしてるっていうかね、住んでるみたいな感じがするんですよね。 YouTube っていうのは不思議ですよね。これね、他の方にも感じるんですけども、コメントを書いた人とこうやってやり取りしてると、もう長い間のね、友人とか家族みたいな気持ちがしますね。まあ、皆さんもね、ぜひね、YouTube 動画を表現してみてください。そうするとね、この感覚に近づくと思いますよ。このね、すごく住みやすい世の中だなとか思っちゃいますね。はい、こういうふうに書いてますね。朝1時過ぎ目が覚められて、動画されている中身の内容が私の心の中に自然と入りくることが今までと違う気がしますと。はい、ご隠居様の私ですね。コメントオフになっていますが、あのね、コメントオフに多分してないんですけども、コメントオフにしている動画もあると思うんですよ。その辺はね、別の動画でもいいんで、コメントをいただければこういうふうにね、返信するようにします。ただね、コメントね、むちゃくちゃ多いんで、1万動画もありますからね、コメントがね、毎日ね、数百件とか寄せられるともう追いつけなくなる可能性もあります。その際はね、こうやって、動画で返信しますんで、必ず見てますよってことはね、分かっていただければと思います。はい、つい動画拝見してるたびにどんどん引き込まれていく、私自身がびっくりさせられていることに気がつきました。引き込まれちゃいますよね。私もね、動画を見てるだけの時っていうのは、なんか一人の人のずっと見てるみたいなことがありましたね。で、全部見終わっちゃうと、次いつ更新されるのかなとかってね、なんかテレビ番組の来週に続くみたいなのね、ワクワクするような、そんなね、気持ちを思い出しますけども。はい、24時間を楽しんでいる、はい、お互い様ですね。その姿に感動して何を伝えていてくださるか、私は何回も拝見して、今メッセージを、とってもありがたいことが数多く動画の中には宝として、私たちが自由自在勝手に拝見できると。ありがとうございます。そこまで感じていただきまして、で、 YouTube 様を、ご隠居様、人々になぜわからないのだという気持ちが、私に胸が痛くなるほどに伝わり入り込んできています。私77歳と伝えていますが、気持ちは若い時から周りから若く見えるのね、ですね。YouTube っていうのはね、本当にね、いろんな人をつないでくれると思うんですよ。ですんで、 YouTube で動画をアップロードしなくても、これ見るってだけでもね、いろんなこと感じると思うんですよね。テレビ番組っていうのは、作り上げられた思考とかね、作り上げられた、いわゆるね、タレント芸能人っていうふうに、商品ですよね。見せるための商品がいろいろ喋ってますんで、本音を語れるってことはあんまりないのかもしれません。でも、こういうふうなフリーの動画っていうのは、普通の人が話してますから、普通の感覚ですんで、もうね、皆さんもね、この動画を見ている鳥居まちこさんの周りにいる人と同じような感覚で付き合えると思うんですよ。だからちょっとね、面白いのかもしれないですね。で、と、私自身も気持ちが何歳になってもまだ若いと、多分永遠にそう思うでしょう。はい。精神的に若いのはすごくいいことです。長い人生、初めての出会い、ご隠居様に山あり谷ありの地獄も、今は全てが前向きに幸せに感じることが不思議です。ご隠居様の動画の良さがすごく伝わり。はい。いろんな人生ね、77年も生きてるとあると思いますけども、山あり谷あり、まさにそうですよね。でも、その人生の途中で YouTube ってものを通じてね、私とかね、いろんな方との出会いがあったと思うんですよ。まちこさんっていうのは、他のコメントされてる方ともコミュニケーション取られてたりとかしますもんね。とてもいいことだと思います。自分自身、人生本に残したい、亡くなった後に残った子供、ひ孫たち、永遠にとふと思う日々がありました。周りの方々が私たちのご隠居様動画の中で日記として話されています、ということですね。そうなんですよ、まちこさんのことを私が話すと、これはずっと残りますんで、他の方にね、ずっと残せることもあると思うんですよ。ちょっと人生のことをね、語ると死ってものが避けられませんけども、私はね、死後にも人の意思って残ると思うんですよ。それは人の記憶であったり、こういうふうなね、動画であったりってものがありますんで、いわゆるね、永遠の生命っていうのは、多分ね、人に忘れられないことかなと思うんですよ。あとは YouTube に残ることだと思うんですよね。まあ、いつかね、一緒に動画できるといいですね。私の動画の中にこうやってまちこさん出てください。はい、私とご先祖様はつながることがとっても本当に嬉しいです。ご隠居様はやはり素晴らしいですね、と。ありがとうございます。ということでね、書かれてます。まだね、もうちょっと文章ありますけども、こんな形でね、
コメントをいただいた方のコメントは全て目を通していますし、なんかね、ハートマークとか押せるところがあるんで押したりとかしてます。本当に皆さんとの関わりの中で私も鍛えられてきますので、動画を見てくださる方、まちこさんをはじめとしてね、皆さんが私の恩人です。私を作ってくださってるのはまさにね、視聴者の皆さんだということになりますので、塾生の皆さん、視聴者の皆さん、改めてね、ここでお礼を申し上げたいと思います。そんなに再生数がね、10万20万っていうのを乱発してるわけではありません。たまにね、再生数狙って10万とか20万みたいなの作りますけども、それはね、あくまでも狙ってやることであって、私の本心っていうのはこういうふうに10人とか20人とかせいぜい100人の方と共有できればいいかなっていうふうな、そんなテリトリーですね。ですので肩肘張らずに一緒に楽しんでいきましょう。これからもよろしくお願いします。まちこさん、それではいってらっしゃい。